山田さんがダブルカバースキャットな状況だから、俺はダウンショットやってみるか。フェタルティ、フェタルティ送っといたんで山田さん、はあ、フェタルティがよくわかる動画を。全キャラクター分そういういろんな殺し方があるんで、暇な時ついつい見ちゃうんですよ。それがモータルコンバットの一番醍醐味だ。な、超必殺技みたいな。最後ボコボコになってグロッキーな時に超必殺技みたいなのを入力すると、それで徹底的に殺される。本当昔の絵が汚い時からずっとモータルコンバット、そのフェタルティにはこだわり続けてますから。はい。ランボーとか出てくる。キャラクターにランボーがいて、ランボーもらしい殺し方なんで面白い。まあ言えるそうだ。それはひたすらロボコップがいろんな人のフェタルティを食らうっていうと。よっしゃ、やったー、よーい、よーい、釣れたー、フェタルティー。おーい、小さいながらヤマタヌキに来てくれました。おしくばーす。小さくても一匹は一匹なんで。いやー、坊主逃れできた。いいっすね、やっぱこれ当たりでますね。こんな感じで今日は、あ、これまず逃がしてあげます。おしくばーす。ありがとう。懐かしのちょっと古めのトリックスターの、ミディアムヘビーの竿にグラビアスの組み合わせでこんな感じでダウンショットでやってみております。じゃあ引き続き狙っていきます。イエイ。